フランク・オーシャンというアーティストは、まあ、もう本当に知名度、人気、評価ともにもうめちゃくちゃされてるんで、言うまでもないぐらい、みんな知っているアーティストですね。もうフランク・オーシャンというアーティストは、ポップシーンでもうそもそもめちゃくちゃ有名で、もう現にアメリカのビルボードで1位取ってますから、全然ニッチな、アーティストでもないし、っていうのがありながら、それ以外のジャンル、例えば電子音楽とか、もっと細かいジャンル、ローファイヒップホップみたいなとことか、そういう、こう、現代の割と新しいムーブメントみたいなものにすごく影響を与えているっていうところが、例えばローファイヒップホップみたいなコミュニティが、めちゃくちゃ広がって、まあ、例えば十何年だかに、スポーティファイの新しく出てきたジャンルの中で、一番注目されたジャンルであったように、こう小さなものが大きなところで大々的にフューチャーされるみたいなことがね、より起こりやすい状況になってると思うんですね。そういう意味では、フランク・オーシャンっていう、こうポップシーンの代表的なアーティストが、さまざまな小さなところに与える影響っていうのはすごくでかくて。まあ一つにはこの、まあ、ブロンドっていうアルバムがね、全米チャートで1位になったんですけど、このアルバムっていうのは彼がね、やってる、例えばヒップホップとか R&B みたいなジャンルの中でも、とりわけアンビエント R&B とかね、形容されたりすることからもわかるように、アンビエントなんですね。電子音楽的だと。っていうところがあって、そのサウンド自体が様々な、昨今のエレクトロニカシーンに影響を直接的に与えてるんですね。で、実際にフランク・オーシャンに影響を受けたと言ってるアーティストがすごく多くて、なかなか斬新なことをね、R&B とかヒップホップの中で実現している人なんですね。ロッキンオンより、引用します。エンドレスは Apple Music のみで公開されているビデオ作品で、45分ぶっ続けでひたすら映像と音源が再生され、ブロンドは Apple Music と iTunes で入手可能な通常の配信アルバムとなっている。内容について語り出すともう止まらなくなるので、ここでは割愛させていただくが、フランク・オーシャンの全てというものになっているだけでなく、ここまで生々しい愛を歌い上げたアーティストは本当にマーヴィン・ゲイ以来なのではないかと思う。っていうね、ことで、まあよく何を言ってるか分かんない文章ですけど、まあとにかくすごいぞっていうロッキンオンの意見ですね。このフランク・オーシャンっていう人とね、まあ双璧をなす、人気のある、独特なアーティストの人にタイラー・ザ・クリエイターっていう人ですね。このフランク・オーシャンとタイラー・ザ・クリエイターはオッド・フューチャーっていう、まあ一個のヒップホップ集団みたいなね、ところで活躍する人で、まあ一応なんかリーダーはね、タイラー・ザ・クリエイターということみたいなんですけど、まあその中でお互いに、なんていうか、まあ、チームの一員として、アルバム制作でお互いに関わり合いながら、曲を作ってるんですね。ちなみにフランク・オーシャンって名前は、オーシャンズ・イレブンのね、ダニー・オーシャンと、その主演のフランク・シナトラから取ってて、それでフランク・オーシャンっていう名前らしいんですけど、もちろん本名じゃなかったんですけど、法的に本名に、改名したらしいですね。例えばね、彼がゲイであるっていうのを告白したっていう、こと一つにしても、ヒップホップっていうのはめちゃくちゃそれが遅れてるんですよね。やっぱり差別用語とか人種差別みたいなものがヒップホップのスタイルの中にやっぱりヒップホップ文化と同時に組み込まれているセットであるようなものなんで、で過去さまざまなヒップホップアーティストが差別的な表現をして叩かれてきました。でそれは実際にその人が差別主義者というよりも、そのヒップホップという文化の中で何か発言しようと思うと、差別的な発言を抜きにして語れないみたいなね、そういうことがあると思うんですよ。これはまあロラン・バルトっていう人が言語の運用の3つの方法の中で、ラング・エクリチュール、ラング・スティル・エクリチュールって言った、ものの中で、このエクリチュールっていうね、共同体の言語みたいなものなんですよね。だからヒップホップの共同体の言語っていうものの中に、そういう相手に対する、まあ、ディスりがあったりとか、敵対心みたいなものとか、で、そういう差別的なもの、人種についてとやかく言うみたいなこととかね、が、まあ、共同体の言語としてあるんで、だからそういうコミュニティの中で、ゲイであるっていうのが非常に言いづらいんですね、アメリカであっても。これ日本でも、全く一緒で、日本のヒップホップ文化の中で自分がゲイであるって告白するっていうのは、一般の例えばロックミュージシャンとかに比べて相当難しいと思うんですよね。
まあ、そういう状況の中で、ダニーオーシャンじゃないわ、フランクオーシャンが自分がゲイであるっていうのを告白して、それをそういうテーマで歌を作ってたりとかね、してるっていうのはかなり、まあ、それだけでも彼のこう音楽に対するこうなんか新規性みたいなね、ものを、挑戦するみたいなね、勢いを感じますよね。ということで、まあ、R&B という枠組みにとらわれず、果敢に精神的にも音楽的にも、新しいことに挑戦しようとし続けているフランク・オーシャンの、もう電子音楽界隈にも圧倒的に影響を与え続けているアルバム、ブロンドという2016年のアルバムより、ナイキーズを最後にお聴きください。ありがとうございました。Tell them it ain't likely. Say she need a ring like Carmelo. You must be on that white like Othello. All you want is Nikes, but the real ones just like you, just like. We gon' see the future first. We'll let you guys prophesy. We gon' see the future first. Living so the last night feels like a past life. Speaking of the don't know what got into people. Devil be possessing homies. Demons try to body jump. Why you think I'm in this bitch when a fucking yarmulke? Acid on me like the frame. Weed crumbles in the glitter. Rain, glitter. We laid out on the sweat floor. Away turf, no astro. Mesmerized how the strobes glow. Look at all the people feet dance. I know that your nigga came with you, but he ain't with you. We only human and it's humid in these ball mains. I mean my balls sticking to my jeans. We breathing pheromones and burrows. Sipping pink gold lemonades. Feel it. I may be younger, but I look after you. We're not in love, but I make love to you. When you're not here, I save some for you. I'm not him, but I mean something to you. I mean something to you. I mean something. You got a room,
It's only us.